これはなしにしときましょう。分巻き仕様でね。はい、こちらはね一応修理して持ってきますけど、まあ言った通りね、タンクローリーのあれに使うって感じですかね。牽引車。しかしあれですね、このジャベリングリーンでしたっけ、いい色ですね。結構60キロ出るんで早いですね。はい、このグリーンハウスもね大活躍ですからね。でとりあえずこいつはね発出機を引っ張らせるってことでね、一番パワーがあるんでね。でこれはねトレーラーを引っ張らせようかなって感じですかね。ああもういっぱいになるのね。ああ修理してねえけど、直してねえけど、まあいいか。ああもう穀物タンクがいっぱいですね。はい、これがねちょっとねパワー不足だったんでね。これで引っ張ればね楽でしょう。しかしね着実に近代化が進んでますね。こっちはまだ満タンになってねえんだな。ここが満タンになったのか。あでも60キロ出た方がいいかな。まあ今はいいでしょう。また際どいところで満タンになってますね。はい、とりあえずねもうこっちは植え込み始めちゃいましょう。 OK かな。バッチリですね。しかしやっぱ木がなくなるとねぬめっとしますね。ぬめっとほんと途端にねなんかほんと殺風景になりますよね。そういう意味で景観っていうところで言うとね木はやっぱ重要ですよね。あとやっぱり雑草みたいなね背の高い雑草もあるのとないのとじゃね見た目っていうのでは違いますよね。見た目っていうのでは。ああ間違えた間違えた。はい、こっちももういっぱいになりますね。はい、こっちもねいっぱいになりましたね。早い早い、さすがにやっぱり幅も広いですからね。13メートルでタンクの容量もねあるし。おいおい何やってんだよお前。あヘルパーさんがいなくなっちゃったのもしかして。違うよね、ちゃんとヘルパーいるよね。なんで、なんだったの一体。いや違う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 、本当何がやりたいんだよこいつは。かなりピンポイントなのかな。わかんね。あ、ここももういっぱいになってるのね。はいはいはい、ごめんなさいごめんなさい。だいぶね、発出機が3台になることによってね、時短作業はね、できるようになってるんですよね。だからあと雑草処理とかもね、増やしていきたいかなって感じですけど。うい。ブレーキが効かねえ。やっぱね、さすがにね、
収穫機3台動かしてるとね、ポン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 いっぱいになって忙しいですよね。あ、もうあっちもいっぱいになったんだ、早いな。やっぱりこっちの畑もね、新しい収穫機使いたいですね。オブジェクトに邪魔されてます。あ、ごめんなさいごめんなさい、先にこっち動かしちゃおう。もう終わりますね、こっちの畑は。この収穫機もね、結構頑張ってくれてるんですけどね。でもやっぱりね、もうちょっとでかい穀物タンクが欲しいかな。で、ハシュキはね、3つともまあ意識してるのは、そのなんだ、耕す機能もついてる、まあハシュキを選んでるんですけど、まあさらに言うとね、あの一緒に肥料もね、撒いてくれる、うん、ハシュキを選んでるんですよね。まあそうすることによってね、あの肥料撒きのね、手間をね、少しだけ減らしてんですよね。よいしょ。あ、止まんね止まんね、重い重い重い、さすがに重い。なんかね、こういうモッドのね、トレーラーだとね、ダンプアップで物が出てくスピードがね、結構緩やかなんですよね。いや、実際ね、リアルかリアルじゃないかって言ったら、もっとリアルのがね、出てくスピード速いだろって思う時はありますけどね。まあでも結局のところね、土とか砂とか砂利とかそういうのと違ってね、小麦とかだとね、軽いからそんな勢いよく落ちねえのかなっていう、うん、実際見たことないですもんね、小麦とかああいうのをダンプアップしてるのなんて。はい、こちらもね、収穫終了です。ここにね、格納庫1個作ろうかなと思ってるんですけどね、最近ね、あっちまで持ってかねえでね、ここにね、だいたい置きっぱなしにしてんですよね。ほら、広いからちょうどいいじゃないですか、置いとくには。はい、こっちもね、終了ですね。これでカルティベーターやりますか。お、かっこいい、この LED ですね、ポジションランプみたいな感じで光ってますよ。いいですね、このトラクター。モッドのトラクターですけどね。で、まあウエイトもね、買っときましょう、ついでに。まあウエイトはね、新品でいいでしょう。 1.5 トンブラック、いや、ほとんどブラックだから関係ねえんじゃねえのとは思うんですけどね。いいですね、この新しめなトラクター中古車なんですけどね、新しめなだけで。はい、こちらもね、修理しときましょう。はい、じゃあね、タンクに入ったね、麦を出してもらいましょうか。で、これをね、まあ、どこに置いとこうかってことなんですけどね。ここのスタンドに突っ込んどきますか。ここに置いとけばね、邪魔になんないでしょう。はい。で、こちらね、移動してもらってたやつですけど、これもね、カルティベータ
やって、じゃあ畑ね、つなげに行きましょう。ってことで、はい、じゃあね、早速購入しましょう。31ですね。53と54もね、そのうち欲しいですけど、その前に32ですからね。32だと、51万か。はい、まあいいや。あちあちあちあ、買わないと。はい、31購入です。あ、そうか、まだね、こっちの仕事もやりながらだからこれをね、置いといてあげないとね。で、こっちはね、もう終わってますからね、戻しておきましょう。はい、じゃあこっちもね、始めていきましょう。畑の工作をオンにします。はい、ここで下ろします。まあ、ギリギリ、いやー、若干はみ出てるけど、まあいいか。はい、反対側やっときましょう。反対側はね、ちょうどラインに沿うような感じで斜めにつなぎましょうね。こんなもんかな。はい、 OK ですね。じゃあ残りをね、潰していきましょう。さすがに25キロでやると早いですね、ほんと。いろんなものが壊れそうな気がしますけどね、こんな速度で引っ張ってたら。はい、方向転換で行きましょう。やっぱカルティベーターでね、畑の拡張やると簡単ですね。早いし、まあ早いのはねちょっといじくってるからですけどね。はい、終了。穀物タンクがいっぱいになるってことでね、じゃあ迎えに行っておきましょうか。あ、もういいか。ちょうどぴったりぐらいですね。若干足んねえけど、それはいいや。もうなぎ倒しちゃってくださいよってやつですよ。こちらのね、収穫すべて終了ですね。